や、てかさ、なんでさバカにしたような感じのこと言ってくんの。じゃえ、それなんで。え、言ってたじゃん、しかも鼻で笑いながら、俺がこいつよりも好きだと思うかとか言って、バカにしてながら言ったよね。え、意識がなかった、どういうこと。いや、鼻で笑ってたじゃん。うん、いやいや、ないでしょとか言って、俺の方が好き、いやいや、ないでしょとか言って。え、だからそうじゃなくて、あれ何だったの。前の方が好きそうだから。そうなの。そうなの。いや、大して好きじゃないんじゃないそれ、ゼロワン。うん、いや、眉は好きだけど、眉って優しいじゃん。なんか利用してない眉、眉が優しいの。いや、眉が一番優しいと思うよ。いや、そうだよ。で、眉が我慢してたのは、ゼロワンが配信頑張ってたし、いろいろストレスあるだろうと思ってたから我慢してただけ。もう爆発しそうになった。爆発しそうになった。うん。で、前も人間だから、うん、分かってくんない。うん、嫌だったね。本人予想通りだった。最後クーズ出して、みんなするって言ってて、誰もが知ってて配信よし。で、俺がいつもしてもらってることね。いつもで、やめてね。もう次の日になってまた、はあ、やっぱりとかやめてくんない。うん、よしよし、誕生日です。いや、誕生日だしねとかじゃなくて、普通に嫌だからやめてほしい。嫌、うん、だからね。よし、うん、バカにしてんじゃん。してないよ。こっち来なくていいの。本当だね、我慢してたね。嫌だったね。甘えたいね、たまにはね。甘えたかったね。辛かったね。いや、甘えたいとかじゃないよ、うんうん、違うんだけど、そこでやるの。バカにしてるの。してないよ。可愛がり方がわからん。どうだったら、何したら嬉しい。牛とか。反省してほしいの。うん、反省してほしいの。自分が悪かったなって。何してるから。本当にしてるの。それマキの真似だよね。本当にしてるの。で、次の日になってそれやったらどうする。え、アカウント消す？別に嬉しくないよ、消しても。100万やる。で、絶対くれないし。うん、じゃあ何してほしいの？どうしたらいいですの、その。また次の日に待って、また。いや、もうお金はいいんだ。ああ、バンジーだね。ん？バンジー。バンジー、飛んだことあるから飛べるよ、楽勝で。飛べないよ。飛べるよ。入れ墨だ。うん、入れ墨。アングルはこうだよ。だから見えるなと思って。違う、顔、鼻隠しちゃダメでしょ、うん、鼻映さないと。そこセールスポイントなんだから。そうそう、良くなったよ。アングルちょっと意識しないと。うん、そうそう、いい顔してる。眉サンシャインね。サンシャインね。うん、何。だからまたコロッと態度もう。分かったよ、機嫌治った。眉サンシャインってやるの本当に。何、眉サンシャインって。入れ墨や。入れるよ。本当に入れるの。入れますよ。じゃあ約束してよ。じゃあ次発作が出たら眉サンシャインって入れます。ストレスの限界で、どうし発散する方法がなくて、このストレスがなくなるんじゃないかなと思う。でも裏目に出ちゃいます。自分でも自分がわからないです。自分でもそれぐらい今追い込まで、病院行こうも、脳みその、うんうん、マジで、うん、多分歩いておかしくなった。え、直射日光とか。いや、うん、うん、歩いてる時めちゃくちゃ精神すごかったよ。めちゃくちゃ強かったよ。強かった、うん、頼もしかった。頼もしかった。よく電話してたやん、喋ってたけど、うん、人が違う。違った。ゼロはもっと前の大切さ気づいた方がいいよって、まあ、いや思うんだよ。まあ、さ、自意識過剰とかじゃなくて、ゼロワンって絶対、まあ、女できるじゃん。女はたくさんできると思うの、うん、でも絶対無理だよね。そうなの。え、それ自分でも分かる。いや、女はできると思うよ。
前じゃなきゃダメってこと。そうだよ。でもマジで優しいと思うよ。ね。本当に入れんの眉サンシャイン。うん、で精神科行こうね。うん。それで。スナック行く？ん？スナック行く。今から？やってないか熱海。どうした？嬉しいの？嬉しいの？嬉しいっていうか。嬉しいそうだね。よかったね。だからそこがうざいんだけど。よかった。そういうのがうざいんだけど。じゃあもういいよこっちでやるか。余分なこと言って。なんで前別にさ、うん、あの普段テンション高い方じゃん。うん、なんでちょっとそういうこと言うと。ああ、わかったの。そのよしよしもやめて、そんなんじゃないから別に。ああ、でも叩かない、もういいや、もう消えるわ。あ、言った。うん、もういいやって。いや、もういいやっていうのはもう配信から消える。もうどっちにしても叩かれる。もういいよ。どっちにしてもっていうか、前言ったじゃん、それ絶対良くない方向だよって。ゼロワンが配信で別れますって言った時、まあ、確かに、じゃあそうだけど、前とゼロワンが付き合ってるからうまくいかないんだっていうのを断言したじゃん。でも好きだ、前言うとじゃない、彼女が言うと。でもゼロワンと前のこと好きな人だっている、いるよって話したじゃん。眉がストーカーっておかしくない？あ、ありがとう。で、眉確実に、いや、アクアを許可を降りると思う。だってあの室内じゃないから外なんだよね。で、許可は取れると思う。え、前は海鮮丼食べたいの。え、あと何日？ゼロワンって違う、なんかね、応援か、応援っていうのはアイテムってことでしょ。なんかね、アイテムを投げてくれる人って寛容なんだよ、すごく。だからそういうのには今まで支障なかったよね。ありがとう。あ、ありがとうございます。あきちゃん、ありがとう。いや、スナックもやってないよ。田舎だからね。あ、ありがとう。あ、ありがとう。チキタさん、ありがとうございます。じゃ、復縁したでいいの？ゼロワンね、うん、いや、運じゃなくて、うん、ありがとう。マユは子供が欲しい、ゼロワンは子供が欲しくない。いや、入れ墨入れるって言ったから。あ、ありがとうございます。あ、入れないんだ。入れ墨入れないよね。入れないんでしょ、シカト。入れ墨入れる？入れる、絶対に。うん、明日熱海で堀行こう。堀行こうって何？明日はガーデン行くよ。いるらしいよ、眉サンシャインって。いや、なんか今までは入れないって言ってた。今までは入れたくないって言ってた。断られてた、実は。次浮気したなとかね。でもなんかどっちみち入れたいらしいよ。なんか、あ、クマありがとう。どっちみちなんか入れ墨は入れたいんだって。でもちなみにマイは絶対に入れたくない。私結構古風だから流されない。なんか結構若い頃ヤンキーとか周りにいたけど、マイはね、入れなかった。ね、今日花火どうだった？よかった？花火どうでした？見逃した？まあ、いつもあの熱海のあそこの一番近くていい場所だよね。よかった。なんか浄化した。あと明日神社行ってこようかな、配信外で。あの浄化でね。あ、ねえねえ、これ汗かいたから
ちょっと待って。にゃん。なんかいっぱいある浴衣。いや、あの持参って嘘ついた。あの特定されないように。でももう特定されちゃったから。いや、7万するんだよ。あの6万6千円で、でなんか貸切風呂入りますかって言われて、入りますって予約してたんだけど、それ貸切風呂あの3あのベッド3000円だから7万円、あとビール頼んだとか7万3000円とかかな。嘘っていうか、あのあえてそう言ったの。あえて浴衣持参っていう、あのバレないように。あのでも大根の人がポロっちゃったから。眉の枠なのになったら眉ワンチ。え、眉の枠じゃなくてもゼロワンの枠でもそうだよ。やんだりはしないけどね。なんかアンチがなんかファンチみたいなコメントしてほしい。わかる？なんかそういうコメントも好きだからね。つまらない、ブロックしよう。あの火薬さんの枠みたいなアンチがいい。火薬さんもアンチばっかじゃん。ああいうのがいいかな。どうせアンチで埋まるんだったら。お前は無理。ザブロ。え、いや、よっさんとかないでしょ。よっさんは愛されてるじゃん。でも、いや、ファンチって言っても結構嫌がらせ多いじゃん、火薬さんも。なんでだろうね。でもなんかね、しょうがないとも思ってる。もう諦めてる。もう一個一個さ、わアンチだとかやっててもうキリないんだもん。だってキリないじゃん。まゆかわいい、ありがとう。ありがとう、うん、でもアンチが、まあそうなんだけど、でも絶対にアンチが超あのゼロになっちゃったらやばいね。逆にゼロになったらなんていないよ。でもさ、謎くない？だって結局一人になったら平和になるじゃん。それって本当のアンチだったのかなっていう。ムカつかないの？いや、ムカついてたよ。でもなんか今までなんかナイスとかマンスリーとかでなんか張り詰めてたから、しょうがないかなけど、なんかプッチンってなった。だって、これ前の誕生日の旅行なのになんでこんな言われなきゃいけないんだろうって、なんでこんなバカにされなきゃいけないんだろうって思って、さっきプッチンって。でもゼラワも前が怒ることないから思ったのかな。なんでも前が怒んないと思ったんだろうね。前怒んないじゃん、アンチされても。怒んないから配信外とか怒ったことない。配信外に殴るとかもない。いや、作戦とかじゃなくて、もうなんか昨日も泣いたじゃん。鼻で笑って「え、俺の方が好き？いや、ないないない」みたいな言い方がもうバカにしてるじゃん。でさっき「俺まだ36だよ」みたいな、まだまだ遊びたいよって言ってたのも「え、気持ち悪い」みたいな。なんか10代の発言じゃんそれ。やばいじゃん。それもあったね。